祈りというのも一つの人間の心の動きの中で、まあ、祈りにはいろいろあると思いますけど、で祈りでその治療効果が上がるという方向がたくさん出だしてるんですよ。飛び上がって喜んだのです。しかしこれはアホではないとできない。祈りが発見につながったのです。しかしもっともっとそういうことがあったってことに気がついたんですよ。それは4枚に書いてあったってことですよ。人間ではないんですよ。人間が暗号をかけるわけがない。そんなものが極微の空間に遺伝子暗号をかけるわけがない。そうするとこれを書いた自然というのは私どものよく知ってる目に見えるとか測定可能な自然ではなくて、目に見えないけれども不思議な自然の働きがあるんじゃないかと思い出したんです。すごい世界がひょっとしたらあるな。その世界を私はサムシングレイトという言葉を使い出したんですよ。